にも相当のダメージが。あら、嘘でしょ。この力は残ってたか。もう完全に一線超えてますよ。せーうしますね。ちょっとこの肉体で耐える、打たれても打たれても立ち上がろうとしますが、のこの手も心配ですよね。もちろんそうですね。おお、すごい、すごいな。今のめっちゃダメージ食ったんじゃないですかね。スイッチ入りましたね。ちょっとまた一段階、あったー、おー、返してた、やりが、それでも倒れ、ハイキックとハイキック、またチョイスも躊躇なくいきます。いいね、さあ、シュリ対シュリア。おお、すごい。ありますけれども。いや、多分私が一番。リング内で食らってるあのこの音だ。こうなんですよ。岡崎選手が食らってる時になっちゃって、なるほど、私が思ってるでしょう。それは内臓響く。今膝が危ない蹴りから顔面蹴り打ちボンバー、さらにはクロスボンバー、さあこれにカチンときた姫か、だが右ラリアットバックの方へ、
痛い痛い痛い。あ、なんせ世界の WWE で、これか。おお、顔面いきましたよ。痛いわかるか。ガラッと空気が変わって宿敵ジュリアをはじめとしていろんな奴の怨念がこもってんだよ。いろんな怨念なんて一目にも込めてる。ガード、うわあ、これがカードだろ。さらにもう一発ジュリアが下ろそう下ろそう、もう一発、うわあ、ジュリアが、いや違う違う、やるじゃん。ジュリアが、リュウエー攻防ですね、これは技の攻防からむき出しの感情への攻防へというか、あもう一発、ここはマイカがキャッチしている。ものすごいパワーでいいプロ、今で拡散していくラリアット、ラリアットはかわしていってフランケンシュタイナー、じゃ自身の道ですよね。そうですね、だからやっぱそういう相手が、はい、まずコーナーにスピーキックが決めた、今度は返せない。そして体育時間長いですよ、長い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 、なになになに、ちょっと待てよ、かり合ってきたテクラとの戦い、大江さん、このそうですね、グレードアップした、この2人ずっとやり合ってるの、はい、薬本時代ですからね、はい、ただあの時はね、もう限界超えできるということですね、いける気がします。そうですか、はい、かもうそうじゃないと、はい、お互いの気持ちなんか晴れないでしょう、まして相手はジュリアです。大江さん、ジュリア、はい、食らってますね。いや、あえて受けてるんですよ。ああ、でもほら、スイッチ入りましたよ。入りましたね。三角締め、刃物、引き抜きました。さらに、ここからの体勢、ビアンカがあります。いや、これは絡め立ってくる。さらにドス黒いような気がするんですよね。確かにね。うわ、張り付けてはなるよ、その拳乗せる、キックにもカウンター、そしてジャーマンスープレックス、笑って立つ、よっしゃ、へそに乗せて投げるバックドロップ、グラグラふらつきながら、おお、回転した、見えない壁みたいなのがあるんじゃないですかね、ただね、こうやって意地を張りすぎて、はい、突っ込んでいくと自分を苦しめたりもするから、仲間がいるんだったらね、やっぱ仲間を有効に使える人が、うん、きついの入んね、急所ですよね、そうですね、確実に、うわー、そしてプの力いるかな、直接対決、いや、持ち上げは返せないな、ジュリアが制しています。でも収まらないのは鈴木すず、両腕開いてみせました、ジュリア、もっと見たいよね、見たいですね、鈴木すずとジュリアの戦いは